まあ一番雲のねところが気になりますが、はい、そしてチームは割とそういうような、はい、ああ、なんかちょっと芋っぽい感じですね。可愛いな、可愛いな。水面がちょっと微妙なやつになるけど、うん、でもなんかちょっと楽しそうな魚ですね。はい、そしてマナミ君は、はい、水面とこれイルカ、イルカだったんです。あ、イルカが？イルカが飛んでる。おいおいおい。イルカが？おい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 。マナミ君かと思った。おい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 。可愛らしい感じだね。ここで分かるのは、うん、あなたと相性のいい異性です、うんうん、水平線をホワイトボードの半分より上、うん、魚を右向きに描いた人、うん、いますか、うん、僕完全にね、俺だ半分より上、あ、違う半分より上だし、それは魚右向いてるし、魚は右向いてる、魚右向いてる、半分より上だもんね、うん、半分より上、これはですね、高い位置に水平線を描いたあなた、恋愛に関してとても現実的な考えを持ち、また同じ方向に向く魚は2人で努力を重ねる恋人同士の姿を暗示します。そんなあなたと相性がいいのは知的な異性、知的な異性、知的な女性が、うん、これに相性がいい、そうですね、ルー君はまさに、まさに自分知ってるのがピッタリですね。じゃあ応募者はツイート達成して応募者は挙手して、挙手してそして、いいですか、皆さんそれ誰かな、ジン君はちょっと違うもんね、魚は右向いてるんだけど、ホワイトボードを、あ、水平線を、はい、ホワイトボードの真ん中、魚を右向きに描いた人、真ん中じゃないですか、ですね、ちょっとみんな下気味だね、みんな下気味だね、じゃこれはいないですけども、この絵を描いた方は恋愛で最も大切にしたいのは自立心、あくまで自由に行きたいと、恋人でも干渉したりされたりするのは我慢できない、つまりあなたと相性がいいのは相手を束縛しないおおらかな人と、うん、まあ我々のおおらかな人とは相性が悪いそうなりますね、はいはい、そして、うん、はい、水平線をホワイトボードの半分より下、はい、魚を右向きに描いた人、あ、俺だね、私です、俺も、はい、俺も、まあ、これは俺も右下で、うん、まあでも下ですね、だから両君以外の3人、はい、こちらですね、低い水平線の上に広がる空は夢を見ることの大切さ、うん、同じ向きの魚は伸び伸びと生きることの楽しさを表しています、うん、そんなあなたと相性がいいのは奔放に生きるワイルドな異性、ワイルドな異性、ワイルドな異性、だから肉食系とかなんですよ、肉食系女子、じゃあワイルドなあなたのツイート、ワイルドなツイートを、ワイルドは結構応募者は仕切ってもらう方がいいとか、そういうことですね、なるほど、だからワイルドな感じの、うん、そしてですね、はい、これまあ、そうですね、ホワイトボードの上に半分の下で魚を左向きに描いて、あ、まさにこれですね、ぴったりですね、たくさんの水で包み込んだ魚を向き合う位置で描いたあなた、あ、違う、これだねわ、これだ、下だ、下だね、ごめんごめん、6番ね、水平線をホワイトボードより半分より下、うん、ですね、で魚を左向きに描いた人、水平線の上に広がる高い空を理想を、向き合う魚はマス、わかる、引っ張ってもらいたい、うん、甘えたい、甘えたい、甘えたい、甘えこと、ね、甘えさせてくれるお姉ちゃん、これ、そう、俺、これ変えた人は、あの、うんこを変えた人は、うんこを変えた人は、まあ、そうですね、とにかく、ただの小学生、ただの小学生中学2年生から中2秒で、はい、ということでね、我々はそういう感じになりましたね、はい、どうだったでしょうか、初めての写真が面白いですね、初めてのテストいいね、こんなに用意していただいて、ね、本当は全部やりたかったですけども、はい、まあこの辺で、はい、やめておこうかなと、OK です、ということで、皆さんなんかね、こう参加できるのもいい問題ですよね、いいですね、うん、はい、うんこさあさあさあ、で、はい、あ、なんかね、ワイルドな女子を、はい、見ます、お、頑張ってください、頑張ってくださいね、待ってます、ライブ動画だとね、みんなワイルドですから、そうだ、ワイルドだね、みんなワイルドですね、うんこたまに中小運動も言いますけど、まあ、というところで、次のコーナーに行きたいと思います、はい、一回クリック解除します、はい、はい、はい、いいんじゃないですか、そして、そして運動、そしてですね、次、がやっと
ってまいりました、はい、我々の定番のコーナーですよ。最近スクリューインアートお絵描きバカ野郎のコーナーです。クローズだね。いやー、やってまいりましたね。いやー、来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。ただいまって感じ。まあでもね、さっきみんな書いたようにね、なんか最初だけおかしかったけど、意外だったのに、意外と手とか覚えてた。手とか覚えてた。やっぱ、これからかなって感じですね。ここからはね、スクリューインアートを書いていくんですが、この企画もね、スタートしか長い。なので、今回はこのコーナーでどれだけイラストが上手くなってるのかっていうのを探っていたらと、はい、これはもうお題があります、そして、これ今から書くんですけども、あ、こちらの先に置いてもらって、はい、お待ちください。これを、視聴者プレゼントにします。もう早速、はい、なのでね、応募方法は、Twitter、これね、MJP の、を、ご参照いただければ、参照いただければ、はいですね。スケッチブックに書きますが、はい、今回はね、お題をありますので、あ、絵があるんですか。絵があります。見本がここにあります。はい、そうですね、こちらにあります。じゃあ、こちらです。はい、これですね、フェルメール、真珠の耳飾りの少女ですかね。ちょっとこれ難しいですけども、また難易度、まあこれをね、あの実際本気でガチガチすると相当時間かかると思うので、はい、皆さん15秒15秒。しかもペンがなくて、ああ、どうぞ、まあ、遊び、はいはい、15秒で書きましょう。模写ですね、模写です、模写。15秒ってじゃあ30秒ぐらいしましょうかね。はい、いいですか、これ。皆さんこれちょっとこうどっか出しておきますかな。みんなテレビの前の皆さんもね、あ、そうだ、いけたたりしたたりしない、いける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 。皆さんこれを全部じゃあ、タイプです、模写してる、模写、いいですか、いいですか、はい、はい、じゃあ用意スタート。えい、30秒。俺もだんだん無言になるんで、これみんなあれだよね、無言になる。いや、無言はダメです。無言はあの喋りながら書いてます、喋りながら無言になるね。無言になりますね。ハードル高いな、これ。難しいよ、難しいね。マジで急いでください。ほう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 、なんだこれ、間に合わねえ、無理。皆さんもうあと5秒ぐらいしかないです。本当に短い。いやでもね、こう、まあ、かけたらにしましょうかね、ちゃんとね、おじさん。いいじゃないですか、これ。これね、22回過去にやってきた我々の成果が試されるから、ね、試されてますから、ね、早吹きみたいな感じになってくるよね。まあ、これでも全然自分で成長を感じないんだけど、どうしようすればそういう時も結構あるね。全然ねえ。そろそろもう、もちもちですよ。もうちょい、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 いきます。はい、OK です。 OK、 はい、です。はい、ですか。あ、すげえな、みんな。はい、はい、あ、もう、もうときは何ですか。なんで、なんで。これちょっとね、いいな、みんな。はい、はい、じゃあ私も、はい、はい、はい、出しますか。これもせーので出しましょうかね、はい、これあのいいな、お前すげえな。いや、これは、そうですね。じゃあせーので出しましょう、はい、はい、せーの、はい。よく描けたよ、ここまで。いや、これ描きますよ、皆さん。いや、俺これ結構頑張ったよ、これ。うん、ね。そう、いいね。でしょうか。うん、はい、この、ね、見えてない影の部分をね、どう描くのがいい。そう、そうなんですよね。はいはいはい。ただすごいね。はいはい。いいね。はいはい。おー、ジュンちゃんも綺麗だもん。おー、いいですね。前の分がね、さっきの返しも。それちょっとロダンが濃いけど、それ男になっちゃった。これ誰が一番良かったのかな。これ難しい。みんな同じ感じの、これ今回ちょっと全員平均点は高いんじゃないですか。そうですね、今までのに比べたらやっぱタッチっていろいろありますよね。タッチでね、いろいろ個性。これ皆さん誰が一番良かったかこうね、人々するから、うん、川崎さんの怖い
まあ、目がないですからね。硬くないですよ。俺ダメっぽいね、これ。まさかダメっぽい。ドラウジーよ。ドラウジーよ。それだって。男だね。間違いなく少女ではないよ。でもやっぱあれだね。あの真珠の、あ、そうだ、耳飾りの、耳飾りの少女っていうのこれ書いてないの、え、書いてるから俺書いた、るーちゃんだけだね、うわなるほどね目がないから、そこら目がないですからねでもこれあの、本当にちゃんと書ける画角、画力、うん、ちゃくちゃくと身についてます、持ってます、はい、さあ、そして次のお題、はい、いきたいと思います。まあ、応募方法はね、番組終了後に、うん、ツイッターこれあの、たぶんね、みんなちゃんとフォローするように、はい、いいですか、最後まで見ててください、はい、そして、次のお題です、はい、いきます、はい、あなたが一番怖い、はい、うん、恐ろしい、恐怖、なんでもいいです、怖いと思うものを書けばいい、はい、あの理由も添えて、うん、はい、お願いします。俺もうね、一つしかないわ。一つだな、あ、これ何か、怖いもの、人、怖いもの、あ、どうしようか、進めますか、進んで、これは割と、さっき、割と最後になりますね、うん、どうしたもうこれ本当ダメ、怖いっていうか、ダメ、もうね、戦的にダメなんですよ。視界に入るだけで、はい、かけました、かけました、ダメなやつがある、はい、犠牲に出すのかな、もう僕もそろそろ終わりますね、うん、OK です、はい、OK ですか、うん、これも性能出しましょうか、はい、いきますよ、せーの、はい、一番怖いと思うのは、うん、君はもうゴキブリです、おう、うん、うんこしてる、うんこしてる一番嫌なパターンも、あ、もうカエルっすよ、あ、カエル、カエル見えない、クマちゃんかなんか、可愛いワンちゃんかな、で、ロクは時間、時間が怖いと、あおお、すごい、あ、うん、ジュンちゃんは髪で指を切る、あ、たまに俺冗談じゃないです、そうそう、その差しでなっちゃうやつは、あの薄いもので切ったのが痛いっていう、まあ、最初は、あ、僕もこれゴキブリです、ゴキブリキモいから、理由言っちゃったね、あ、え、理由はじゃあ、マロクの理由、ゴキブリという理由はキモいから、なんかこう、ゴキブリにまつわるエピソードエピソードなんかこう、こう、こういう経験があったからちょっと俺ゴキブリ苦手ですと、いや、もう壁にこう乗ってて飛んできて、え壁に乗ってきて、壁についてるのが飛んできて、それ時代ですか、あの、ちっちゃい頃です、ちっちゃい頃、はいはい、そっからもう無理ですね、仲良くなったりはしない、無理ですね、これ連絡先を、連絡先を、もう全然ダメなるほど、まあ僕のね、あの、ゴキブリということでね、あの、僕もやっぱ、ゴキブリ苦手ですね、大騒ぎになってたんだろう、今事務所がね、うん、前のところだったでしょ、うん、NTPSC の場所の事務所でゴキブリが一回出たじゃないですか、うん、あの外で、うん、それがその時の我々、うん、触りすぎましたよね、本当、うん、俺以外読んだ、分かった、いや、あんた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 一番ね、あの番組のジャンプ対応者のルイちゃんですよね、大体ゴキちゃんの処理係で4巻マリオジャンプしてマリオジャンプしてわれわれあのビビりすぎてですね、夜中にもかかわらず音を出してしまったためにあの近所のおばあさんからね、お母さんかな、なんかすげえ口を申し訳ございません、静かにしておられたんで、でもすいません、もうでもゴキブリがあってねこれ見てくれてるかな、あの時はすいませんでしたまあ、そして、ルイ君、はい、あの、クマちゃん、僕はこれカエルちゃんです、あ、カエルちゃん、ほんとダメだぞ、俺、うん、世の中でこれだけ苦手なの、カエルだけ、おう、そうなの、もう見るだけで全身ゾワッと鳥肌立つ、なるほど、ルイちゃんの誕生日は今度、カエルをいや、マジでね、ほんとね、あの機嫌が悪くなるルイちゃんの機嫌が悪くヒントが出ましたね、出ましたね、そしてルイちゃん、いや